やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。パパッとマッシュして今日は終わり。お題が過去の自分に言いたい一言、今になって後悔していることで、ツイッターで募集をかけて、お題を募集したらいろんな人からメッセージが来たので読んでいこうと思います。まあでも今回まったり会かな。そんなやばいのはなかったと思う。そんなやばいのはなく、まあ一発目いこうか。まあ軽めなんでね。はい、過去の自分に言いたい一言、今になって後悔していること。その男とは結婚したらダメ。将来ギャンブルはするわ、働かないわ。あげくに DV 警察だった。それでも別れたくないと意味わからない発言。最終的に調停離婚。おまけに養育費も払わない。つまり、その男と付き合うなが自分に言いたい一言ですね。本当に後悔。でも別れられたのは子供のおかげ。生まれてきてくれてありがとうの気持ち。だから過去の自分に言いたいけど、言ったら子供に会えなくなっちゃうし、結構難しい。とか、無駄にいろいろ考えちゃいました。重い。君たちはマシュマロ読んでて思うんだよ。基本的にね、抱えてるものがね、重い。8割重いよ。もうちょっとね、もうちょっとなんか、冗談チックのやつが来んのかなと思ってたんだけど、重いんだよね、君たちは。当時付き合った VTuber に20万くらい投げたけど、配信後 DM で電話できるって言われて、電話して、そこから毎日寝落ち電話する仲になって、遊びに誘われて、なんやかんやって2ヶ月ぐらいセフレになって、クリスマスイブも会う予定入れてたけど、その日急にごめんなさいと、LINE と SNS 全てブロックされて、未だにメンタル病んでます。しかも自分がブロックされた日から当たり前だけど、その人の配信に行かなかった。急に、今月で VTuber やめますと言って、そのまま引退しちゃいました。さらにメンタル落ち込みました。立ち直る方教えてください。まあ、彼氏ができたんだろうな。誰とは言わないけどさ、コスプレイヤーでもさ、なんか配信者でもさ、初夢でさ、半年ぐらいで帰ってくる女の子いいんじゃん。マジでね、本当にね、十中八九彼氏だよ。てかもう今後、生活で困らないぐらいの太い客を捕まえたと思ったら一瞬で捨てられちゃったんじゃない？そのインフルエンサーちゃんは。で、戻ってくるんでしょ。次。動作代わりに友達におごりだから釣られていたやんちゃな子猫には行くな。ハマってかなり行くことになって金がなくなるぞ。と教えたやんちゃな子猫。検索しようかね。ちょっと。大阪のデリア。やんちゃな子猫むき卵。まあでもこういうのってハマるんかな。なんかみんなハマって抜けらんなくなった系が多いね。はい、次。馬先の女の子といい雰囲気で2回泊まったけど手を出さなかったこと。それ以外色恋沙汰もなく童貞。もう泊まりは、手出しとくというかさ。これ OK の合図だと思っちゃうんだけど。LINE むずいか。女の子が家に男を入れて何もありませんでしたの方が男に失礼だろ。男として見てない可能性もある。女の子が男を泊まらせに来てさ、気がありませんってさ、男目線からするとさ、残酷すぎない？やめてほしいよね。いや、こっちからの主張でしょ、これは。男側からの主張だわ。論外中の論外だとお泊まり OK の行為よ。マジでや、いや、じゃ、だったらその行動やめてほしい。どこにご飯行くとかさ、どういう話題を振ってとかさ、デートの時考えないといけないわけじゃん。で、どこのラインまで行ったら告白するとかさ、それこそさ、手繋ぐとかでもいいしさ、それこそこういう話だったらエッチするとかいうのがさ、大体のさ、その判断するっていうか、どっちがアクション起こすっていうと男になるじゃん。で、相手の女の子のサインをたくさんそういう見るわけよ。どういう、気持ちでこの子は俺といるんだろうなっていうのを、たくさんこうやって感じ取って一緒にいる中に、家に来ていいよ。あー、そういうことねってなる。そりゃなるわ。いや、罪だと思うね。で、私はそういう気はなかった。ごめんなさいわ。残酷なことやめてください、女の子は。我々男の子かわいそうです、それは。男はそこら辺込みでデートしてるからね。いや、エッチをすることが込みじゃなくて、相手の反応を見ながらデートしてんだよ。次。しょうもね有村スニカに、恋文をしたためて彼女の自宅に送った。一向に返事が届かないので、自宅に赴き、なぜ返事を送ってくれないのかと問い出すと、誰ですかと言われ、家の中をダッシュで逃げられて警視と呼ばれた。取り調べた最中になぜこのようなことをしたのですかと言われたので、有村スニカと米田コーヒーに行きたかったと言い、警察を困惑させたい。何の妄想なのこれ。お前ハッピーだな、生きてて楽しそう。暇な時間とかないんだろうな。多分お前電車の中とかでイヤホンとかなくても30分とか入れちゃうタイプでしょ、妄想とかで。サンデーナイトドリーマーやこれ。有吉が読むやつだよこれ。やばいやばい。小さい時から金銭感覚がバグってて貯金できない。親にたかる、カスみたいな子供だったのですが、高校生の時キャバで働いて、楽を覚えてから大学入学後は風俗で働き出して、今考えたら多分ないのに、見バレ心配して大学中退して、風俗3年働いて金銭感覚がさらにバグって、今借金取ったり1000万近くあるのを後悔しています。後悔してるけど、本当に根がダメな人間なので、同じことを繰り返すんだろうなって感じです。コロナで風俗辞めて2年間まともに働いたけど、最近辞めてまた引っ込みニートになりました。親と元客のすねをかじって生きてます。宝くじ当てて親に、お金を残していなくなりたい以外の感情がありません。ここ以外に吐き出す場所がなかったので。この物語で、まあ俺ここから、ママパパが実際ちょっとは悪くはあるよ。ちょっとは助けてやろうぜ。全部間違ってんじゃん。だって選択肢を。ここでしょ、ここ。ここの分岐でもう間違っちゃってる。いろんな後悔がありますね。韓国料理屋でお会計の時、店員さんに大丈夫って指さして心配されたから、大丈夫って自信満々に答えたら、ミサナイフの人も帰ろうとしてた。こういうのでいいんだよ。こういうのでいいんだからね、みんな重いんだよ。もうちょっと軽くいこうぜ。ほっこりするよ、こういうのいいんだから。情けないのがこの短文でわかる。ちょっと気まずいのとかも、ね、店の雰囲気がさ、この短文でわかるやんね。ちょっと待ってくれ。気合がいるわ。こんばんは、スタミさん。先日は推しの VTuber の、動画を作った相談に真摯に乗り、また温かい応援をしていただきありがとうございます。応援してないけどな。しかし、僕の文章構成能力が低いのが原因かわかりませんが、気持ち悪い動画ということだけが先走って伝わってしまったように思われます。スタミさん。僕は悲しいです。僕が作った動画は確かに一定の角度から見たら、ただいやらしい動画なのかもしれません。ですが、見方を変えてみれば、動画としてはストーリーやタイミング等のこだわりを敷き詰めた一つの芸術作品なのです。あなたほどの、何これ？あら男なら分かってくれる。どうか、僕の動画をご賞味ください。ということで。じゃん。一回ちょっと一人で見てくるわ。ちょっと待ってて。いや、これ、リングフィットしてるだけなんだよ。リングフィットしてるだけ、これは。これはリングフィットしてるだけで。リングフィットしてるだけで。これね、俺ね、VTuber 側にもちょっと非はあると思う。ぶっちゃけ。リングフィット配信ちょっと見ていこうと思います。ちょっと待ってね。いや、ただ、いや、リングフィットをしてるだけなんだよ、これ。これさ、VTuber 側がちょっと非がある、ぶっちゃけ。前回の配信で君のこと気持ち悪い気持ち悪いって悪かったね。これ誰も悪くない。でも、よく聞いたらね、って音入ってんの。これ入れたのお前それかどうかで変わってくるわ。それで、お前判決を下すわ。これはもう裁判だよ。頑張れ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 っていう動画だから、いかがわしいとかはないね。うん。いかがわしいとかはない。でも、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。俺は今ね、ツイッチから逃げてるんだよね。今ツイッチが追いかけてきてんだよ。ちょっと待って。ただ単に、これは、VTuber がリングフィット配信をしてるのを手拍子をつけて応援してただけ。頑張れ頑張れだけだよ。そうだよね、そうでしょ、そうなんだよ。これはなんか、よからぬ方向に受け取ってしまうのは、逆にそっちがってなっちゃうね。はい。というわけで、前回の動画で出てきた推しの VTuber で動画を作った方からのお題でした。文章能力が低いのが原因かわかりませんが、気持ち悪い動画ということだけが先走って伝わってしまったから、お前のも、違う、動画が気持ち悪いっていうのもあるけど、お前自身が気持ち悪かったっていうだけ、前回のは。その文章構成というか言い回しが気持ち悪かったねって言っただけだから。まあ、今回のこの文章も気持ち悪いしね。どうか一度僕の動画をご賞味くださいとかさ、もうキモいし。ちゃんと。芸術作品とか言っちゃってるし。てかもう散々だったよ。前回の俺の動画のコメント見てみる。とてつもなかったよ。君の叩かれ方が。頼むから文豪のだけであってくれ。多分悪い人じゃないけど、倫理観が絶望的に終わってる。異世界転生者って言われても信じる。純粋悪ほど怖いものないと思う。俺がこうやって笑ってられるのってなんだろうな。VTuber の配信とかあんま普段から見ないからってのもあれでかいんだろうね。君たちは見るからちょっと近い話に思うんだろうな。なんか一緒に配信見てる視聴者の中にこんな奴がいるんだみたいな現実感があるんだろうね。俺はこの話聞いて現実味がないからな、あんまり。次のお題何しようかな。いや、俺このね、この穴を掘ってみたいんだよね、ぶっちゃけ。VTuber 関連でしてしまったこと。なんか軽いというか、面白いの募集、やっぱり。おもろいの募集してます。